こんにちは、トライットです。今回は、指導とは何かという話をね、していきたいなと思ってます。少しね、自分たちの YouTube に上げた動画の紹介もしながら、少しね話をしていきたいなと思います。はい、こんにちは。まず指導者についてっていうふうにタイトル出しましたが、今までね、2人の経験から少し話をしたいなと思います。2人ともね、サッカーとかそういった習い事とかいろいろ人生経験においてね、してきた中で、やっぱり、個人スポーツじゃないからあれなんだけど、チームスポーツっていう視点でね、いろいろ考えた時にやっぱりその指導者との巡り合わせ、個人スポーツなんてもろね、その指導者の影響を受けてしまう部分もあるから、指導者の存在っていうのはやっぱり大きいと思います。だから今の時代で言うとね、簡単にパワハラだとかって言うけど、もう指導っていうかね、こういうスポーツの世界においてパワハラなんて当たり前な話であって、代表選考なんて監督に気に入られるかどうかで決まるわけで、どんなに上手い選手でもやっぱりね、監督のそういう意向に合わなければやっぱり落とされてしまうと、いうようなね、現状だから、基本的にはやっぱり合う合わない、なんか監督の考えにフィットするフィットしないっていうのもそうだし、その指導のされ方が自分にとって合うか合わないかっていうのもやっぱり大きいと思うんだよね。だからすごい優秀な、やっぱり有能な、指導者の人にいかにね、巡り合うかっていうのが、やっぱり時間のね、自分の持っている時間の短縮にもつながるし、成長度合いのね、幅も全然変わってくると思うので、そこがやっぱりポイントかなと思います。そうですね。で、今の時代は、もう逆に言っちゃうと、指導者を選んで決めた方がいいと思います。そこは重要ですよ。子供にね、通わせたいっていうのもそうだし、子供がこの指導者いいなって思うところに入らせるっていうのもそう、親として選ぶっていうよりかは、その子供が実際に合うか合わないかっていうところをね、視点に見てもらうっていうのもそうだし、保護者自身が習い事をする、大人の人たちが習い事をするっていう視点でも、スポーツクラブに入会したから必ずしもいい指導が受けれるかっていうとそうじゃないし、そうですね、だからもっと言ってしまえば、同じ系列のスポーツクラブに入ったって小屋が違えば指導者も違うわけで、その小屋に行った時にいい指導者がいれば、その小屋にわざわざ通ってまで行くぐらいのメリットはもしかしたらあるかもしれない、でチームもそうだしね、同じような感じ で, そ う, で, でそういう指導者をやっぱり選ぶっていうことがやっぱポイント、保護者とかね、大人の人で言えばお金があるわけだから、指導者はいくらでも選びようがあるし、お金をね、かけるんであれば、いい指導者に巡り合えるぐらいまでの、いろんな指導者とやり取りとかね、した方がいいかなって思います。これはでも難しい問題だよね。合う指導者を選ぶで、それはさ、時期的なものもあるじゃん。そうね、例えばじゃあ子どもの時に習い事をする、その時の価値判断で選ばなきゃいけない、それがさ、人間ってやっぱり変わるじゃん、心変わりするじゃん、ある日突然、あ、これはもうダメだっつってさ、今まで合わなかった指導者がいいってなる場合もあるし、逆に合ってた指導者から卒業していくというか、もうちょっと学ぶことはないからとか、そうね、次の指導者にっていうかね、そうもあるしね、いろんな切り口からこれも考えることができるテーマですね。なので、もう自分にまずはね、本当に上達とかそういったものを目指すんであれば、合う指導者をまず探すってことが大事かなと思います。一つね、例で言えばチームスポーツ、私はね、チームスポーツやってきたので、チームスポーツで少し話をすると、指導の方法はこの2つ、大きく分けてこの2つあります。チームが勝つための戦術とかね、そういった指導をするのか、こう育てて、こう成長させて、いい選手に育てるのかっていう2パターンで、言ってしまえばこの2個を同時にできるかっていうと難しいと、時間的にもやっぱり難しいところがあるので、やっぱりどっちかに絞んなきゃいけない。で、特にこの
年齢がね低ければ低いほどその時間っていうのはあの成長度合いにも変わってくるから非常にねあのフィットしなければ本当にもったいない時間でその子の将来性もね潰してしまうようなことにもつながってしまうのでそこはやっぱり慎重に、だから全てが日本一のチームだからそこに入れる方がいいのかっていうとまた違う話だし、でね、どんなに弱小チームであっても、子を、ね、しっかりと育ててくれるチームであれば、その先の、ね、進路で、そういう代表に選ばれる可能性だって、もしかしたらあるかもしれない、で、まあ、保護者がね、結構、まあ、ミスをしてしまうというか、もう本心としてね、どうしてもそういう気持ちが出てきてしまうのはしょうがないんだけど、やっぱり勝たせてあげたいと。ね、なんかね、なんでうちの、ね、チームはこんなに弱くて勝てないんですかとかっていうようなね質問が出てくるかもしれないけどもやっぱりそういうチームの指導者に話を聞くと、やっぱり子を大事にしてると、で子を大事にしてるからチームが勝たなくてもまあいいと、ただ保護者の要望に応えるためにチームを勝たせるんだったらやっぱりそれなりの戦術とかそういったものを教えていかなきゃいけないから子は育たないと。なるほどね。どっちかがずば抜けていけば自然的にチームが強くなれば子の成長も上がっていく可能性はあるし、子が上手くなればチームが勝っていく可能性もあるけども、まあ、それは結果論として、ついてくるだけであって、まあ、もしかしたら全くねそういう結果に至らない場合もあると。ただでもそれは指導者の中で統一されていればいい話で、それをしっかりと保護者に説明できて保護者も納得できるような指導者であれば、そのチームに預けるだけの価値はあるかなっていうところだよね。これも難しいね。難しい問題だよね。チームが勝つための指導がだから上昇していけば子が育つかって言ったらそうでもないわけでしょ。そうでもない。だからそのチームに特化、ね、その戦術に特化したやり方だから、もうその形にはまんないと勝てないわけよ、逆に言っちゃうと。だからもうそれワンパターンだけをできる選手が育つ可能性もあるわけよね、ポジションによっては。なるほど、なんか仕事と似てるね、そう、もう機械化されてるような感じ、そうじゃなくてやっぱその場をね読めるような選手になったりとか、こう育てていくと、もしかしたら連携とかそういったものをちょっと教えた段階でチームが勝てるようになるかもしれないし、それはねいつそういうふうに結びつくかっていうのは分かんないし、チームにそういうねまとめられる役のキャプテンみたいなのがいるかどうかっていうのもね、含めてそうなんだけど、でここがね、やっぱチームに入れるところのポイントになるかなと。だからチーム選びもこういう視点で見てもらえると、なんか卒業生にそういうプロとか、まあ、ある程度強豪校に行ったとかっていうような実績があるチームに入れるっていうのは大事、ネームバリューじゃなくてね、っていうのは大事かもしれないね。なるほどね。でまあ、今までの動画の、ね、解説をしていきたいなと思いますが、私たちは、ね、動画この2種類一番最初に、ね、撮ったもので、まあ、トライトのまず、ね、動画を作る上で、ね、大切にしてたものっていうのが、はい、まあ、今も言ったけど合う合わないは絶対に存在するので、どっちかというと私たち自身はもう合う人を徹底的に上達させたいと。私たちの考えに合う人たちは、間違いなく上達する、それはどの動画も同じ、その人の動画の、ね、言ってることが確かに合うな、感覚が合うなっていう人を対象にしてくれればやっぱり成長度合いも早いし、言葉上げもスムーズにね、いろんな言葉をかけて成長に導くことはできるけど、まあ動画とかね上げるとグッドとかバッド評価っていうのはいろいろあるけど、まあバッド評価つけた人には申し訳ないけど、あまりこっちとしてはそこまでっていうかね、合わなかったんだからいいんじゃないって、その人のやっぱり時間の無駄になっちゃうし、そういう人が教えてくださいって来たところでその人の時間の無駄になっちゃうから、やっぱりね生理的に合わないじゃないけど、指導もそういうところ、その感覚っていうのを大事にしないと、やっぱり自分の、ね、成長度合いとか時間がねものすごい捉えてしまう、同じ内容を教えるのにも成長の、ね、時間数が違ったりするので、本当に時短って言うけどさ、この動画をパントキック、片足リフティング、まあね、それしかり他にヨガでもたくさん出てますけども、時短になるんですよ、これ波長合うなとか、この教え方いいな、この人にもうちょっといろいろ聞いてみたいなってシンプルにこう感覚で捉えるじゃないですか、ね、でそれでトライトのちょっと教え方、トライトさんの教え方が合いそうだなと思えば、
それが本当に時間短縮になると思います、うん、ね。ね、まあそこをね、うん、そういう人をまあ目的というかね、そういう人に指導してほしいなって思えるような、まあ、動画を作ったりとかプロモーションかけたりとかしているので、うん、まあ、その部分もね、そうで僕らもさ前提がいっぱいあってさ、だから世の中にあふれてるこういうノウハウっていうのは、うん、別に正解不正解はないと思ってるんですよ、うん、前提論として。だそれが合うか合わないか、うん、個人それぞれに合うか合わないかでしか捉えてないんで、うん、合わなければ見なきゃいいし、ね、やらなきゃいいし、うん、ね、で合う やり方を探していけばいいと思うし、うんうん、まあ、それはねもう全てにつながっていくから ね、うん、どんどん生きていく上でつながっていくから、まあ、そこはやっぱり ね自分の感性というかそういったものを大事にしてほしいなと思います、うん、はい。で、まあ、動画に関して言えばやっぱり今出たみたいに、ね、動画ね、いろんなねパント機構もそうだけど、うん、もう溢れ返ってると、うん、蹴り方一つにしてもめちゃくちゃあるね、いろんな種類やっぱあるよね。で私たちの動画はまず最初に作った時ね1分間っていうね、時間を作ったっていうのがあります。だから最初のパパッと上げた動画は1分でね、うんうん、終わってるものがあります。でちょっと長いのは3分ぐらい切り方の動画とか3分とか言ったりしてますが、まあ、その切り方も3種類入ってたりするわけ、うんうん、だから1つの切り方に1分ぐらいの時間しか費やしてない。どっちかっていうと動画コンテンツとして1分で、うん、そう基本的に1つのなんだ種類を1分間で解説するっていう、ね、だから難しいんだよね。めちゃくちゃ難しいよ。すごい難しいよね。そうどういう風にこう言ったら伝わるかなとかね、大体、うん、そもそもさ1分でまとめるっていうこと自体がすごいよね、うん、そうだね。他の ね本書籍だったりさ、うん、本だったりね、うん、動画だったりさ1分でやろうなんてなかなかないじゃないですか、うん、ね、それをね、そこねきっとね凝縮して1分で伝わるようにっていう、うん、でまあ、もっとねもっと言っちゃえば、うん、周りの動画で言わないこと、うん、周りの動画で教えてることはつまんないから、周りの動画で言わないことをこう解説してるっていうかね、そこの一点だけポイントを一つに絞って、うん、あまりこうあちゃあちゃね、うん、解説しないで、うん、もうその一点だけをやるって すぐ始めやすいだから内容になってますよ。そうだね、うん、道具があれば、うん、ねサッカーだったらボールがあればまあ、できる、ね、練習ができるようなね、ホームで真似してみようっていうようなね、うん、そうまあ、うん、言ってしまえばこの動画自体が本当に初心者、ねうん、を、まあ、視点に小学生とか初心者を重要視してるっていうかねで作ったようなものだから、うんまあ、経験者からすると、うん、ちょっと物足りない、経験者からするとね、うん、やっぱ物足りないと思う、うんまあ、自分自身だって思うけど物足りないけど、うん、本当にこう始めたばかりとかやっててちょっと、うんステップにつまずいてんなっていう人向けにね考え直してもらう、でもしくは指導者側の視点で初めてやる子たちに教える時のワンポイントとして活用してもらえるといいかもしれない、まあ、こういう発想ね多分ねないと思うね普通の指導者って、ずっとね例えばサッカーならねこれに携わってきたわけじゃん、うんうん、俺らもないよかったよね、ないよね、なかった、この言葉がけっていうのはないと思うね、なかった。パントキックで言えば、まあ、今回の一番のメインはミート率を上げるっていうことをね、うん、ポイントとして、はい、だミートさえできればミート、はい、飛ぶんだよね、うん、絶対に。だけど他のさ動画とかをいろいろと見るとやっぱ足のどこに当ててとかっていう解説はいっぱいしてくれてると、うん、そうだな、だからそういうのは他の動画に任せて、うちはミート率を上げるために何をするかっていうところをね、うん、こう的を絞って、まあ、教えたっていうのがあります、うん、まあ一つ例をね出せば、うん、いい指導者かはどうかっていう話をねするときによく一つテニスとか野球の例を出すんだけど、うん、学生とかにね、うん、野球で例えば、うん、お父さんコーチとかがよくね、うん、教えてるところで声掛けをするとこバッティングセンターとかもそうだけど、うん、空振ってる、ね、子供に対して、うん、ボールをよく見ろって絶対言うんだよ、うんね、ボールをよく見なさい、うんね、ボールをよく見ないから当たんないと、うん、でもやってる、ね、バットを振ってる本人からするとボール見てんだよ、ボール見てんだけど当たんないんだよ、ね、そこじゃないんだよというのがやっぱ多いわけ、うん、だけどそれを繰り返しお互いのそういう反復でやり取りをキャッチボールしてると時間の無駄だし、うんうん、じゃあその言葉だけ一つで解消されるものもあるわけよ、うん、例えば、まあ、バッティングセンターだったら無理だけど本番のものだったら、うんうん、投げた球種は何だったっ
ていう質問、うん、球種、ね、ボール見て球種曲がったのか落ちたのか、うん、ね、まっすぐ来たのか、もうそれだけでボールが見えてるかどうかが分かると、ちゃんと見てるかどうか分かると。でもっと言えばバッティングセンターとかあったら、空振った時に自分のバットが上を空切ったのか下を空切ったのかとか、うん、ね、振り遅れたっていうのは感覚の問題だと思うけど、うん、まあ、ちょっとねボールより振り遅れちゃったっていうのもあるかもしれないし、うん、ね、速かったっていうのもあるかもしれないし、だからそれはボールが見えてるわけじゃない、見えてるよね、ボール見てるからバットがボールから、うん、そう、上を通過したのか下を通過したのかっていうのは分かるかもしれない、うん、だからそれが分かんないっていうふうになったらボールは見えてないわけ、うん、そういう質問を、まあ、すると、うん、その質問だけでボールが見えてるか見えてないかが分かると、うん、だから次の段階の指導のステップに移るわけじゃん、うん、ミートのさせ方とか、うん、バットの出し方とか、うんうん、でバットを出した時にバットが動いてブレちゃってるとか、うん、っていうことがあればやっぱりねちょっと分析っていうような視点でね、うん、入っていくような形にはなると思うんだけど、だからそのミスしたポイントにより近いアドバイスになってるってことだよね、うん、そう、なんかゴルフとかも一緒だけど、うん、やっぱり視点が動いちゃうと、うん、やっぱりブレるんだよね、だからパントキックもミート率を上げるためにどうするかって言ったら、はい、やっぱり視点をいかに動かさないで蹴れるか、そう、だからボールを視点より目の高さぐらいまでボールを上げることによって顔が動くんだよね、うん、頭が動く、目で追わないよね、目だけで追わないよね、だから頭をこう振ってしまうと、頭を振るとそれだけずれるんだよね、うん、位置が、そうなるとミートできなくなる、なんか感覚的にもう分かってる人はボール見ないでもう投げて蹴れるけど、上級者になってくれば、うん、でも初めてやる人は無理だから、うんうん、いかに頭を動かさないでボールが蹴れるかっていうのがポイントになってくるわけ、うん、パントキックはね、そうだね、そこだよね、うん、なんかボール見てるね、この動画見てもらえば分かるけど、うん、ボールを見ながらこう頭が動いてる失敗動画なかったっけ、うん、あるある、ね、そこでもあるけども、うん、そう、なんかボールをやっぱり見てる位置から頭を動かさないで蹴るためにはやっぱりボールを下に落としてそのボールを蹴るっていうのが、うん、やっぱり理想的な感じかな、うん、でまあ中にはねちょっと上級者向けにそのかっこいい蹴り方じゃないけど西川周作とかがやってるような蹴り方とか低弾道のねサイドボレーって呼ばれる蹴り方あったりするんだけど、うん、まああれもねいろんな蹴り方あるけど、うん、まあ、一つはねその持ってる位置の場所でボールが蹴れるかどうかっていうねところもあったりはします、うん、なるほどね、うん、だからそれもやっぱりボールを上に上げたりするとやっぱずれるし、うん、サイドボレーだとボレーなんで足を横に振るからやっぱりその位置っていうのがどうしてもね、うん、バラバラになっちゃうと一番ミスにやっぱなりやすい、下から上に蹴ってるわけじゃないから真横に振るわけなので空振りしやすいと、だからできる限りボールの位置をずらさない、だから持ってる手の位置でミートさせましょうっていうようなね、うん、動画になってますので、ね、うん、それだけをねギュッとね凝縮してそう話す方が1分超えてるからね、うん、もうそうミートっていうね、うん、そうそう、もうその1点だけの解説でその理論としてね頭を動かさないとかもうそういったところだけしか話してないので、ね、うん、まあ仕込みはね大変でしたけどね、そうね、1分にまとめるためにね、うん、そうそう、しかもねこの日ね、うん、膝が痛くてね、そう全然ボール蹴れないから、ね、なんかちょっとねぎこちない蹴り方になってんだよね、うん、もうちょっとそれはあれなんだけど、うん、まあ、まあまあ、そこは伝えたいところがね、うん、もうそうそうギュッてなってるから、うん、そうなんとかね撮影もできたからいいかな、うん、でまあ、あとは片足リフティングなんかもそうなんだけど、はい、まあ、両足リフティングは、まあ、できるようになってからっていうのを一番最初の、ね、きっかけとしては片足でリフティングするっていうのはね、うん、当たり前なんだけど、だからその片足にしてもリフティングやる際ってやっぱり足の当たるボールの蹴り方、うん、ボールの当てる位置、そういう話になってくるんだよみんなね、でもそうじゃないんだよね、どっちかっていうと全然違う解説をしてますよ、うん、もうだからボールとかいらないレベルのね、うん、いらないところだよね、だから本当にステップだけ、右足を振り上げるもしくは左足を蹴るね、うん、その足のステップの仕方だけしか教えないわけよ、うんうん、でそうすると横にボールがずれたりとかしたってその位置に移動ができるし、うん、まあ、失敗の動画も入ってるかもしれないけど素人がねここにやらせて、うん、やっぱやるとそのリズムが崩れちゃったりとか、うん、空中でボール2回蹴ったりとかそうだね、そうだったね、しちゃったりするんだよね、あったあった、うん、あれあるよ、あれだとやっぱミスにつながっちゃう、うん、だその先がないから、でも1回こう
簡単にねステップをパンパンって踏めるようになると、うん、2回こう足を空中で上げて2回ボール蹴ってるところがステップを踏んで蹴れるようになるから、うん、ミスキックをしてもその位置に足がね、うん、持ってこれるとかっていうようなことになってくるので、リズムが ね、まあ、ね掴めてこうね、うん、でそのステップができて初めてボールの蹴る位置になってくるわけよね、うん、そうそうね、だからまあそこはね、うん、まず本当の基本だ、ここ絶対言わないんだよ、うん、なるほど、そうだよね、ステップって絶対ね教えないから、うん、指導者って、はい、だって俺だって初めてこれ聞いたよ、うん、本当にだからそこをやっぱりね重要視して絶対に言わないけども、うん、本当に大事なところって何かっていうのをね、うん、探す、だからそうなんだよね、いろんな原因があるから、うん、だからその原因を、まあ、実際には見ないと分かんないけど、うん、でもその、うん、周りで言わないことで動画にできないかっていうのがね、うん、この2つ重点を置いてます、ね、まあ、あとはねインサイドキックとか、まあ、またね別の機会で説明しようと思いますが、うん、まあ、結局ねボールの足の置く位置だけしか話をしないから、うん、蹴り方とかじゃなくて、ね、ボールのどこの位置に足を置くかっていうだけで蹴り方が変わってくると、うん、だ初心者には本当に嬉しいですよ、うん、これもだから俺の経験上さ、その今のリフティングの話であったじゃない、うん、そのステップじゃないんだよ聞きたいことは、うん、で自分でちっちゃい時はさ分かってんだよ、うん、恥ずかしくて聞けないことを、うん、なんだよ、うん、そうね、ステップなんてさ、うん、みんなで、うん、なんとなくできてるじゃん、でもその恥ずかしくて聞けないことができないがゆえに、うん、その次のさフェーズに飛ばれてさ、うん、教えられてももう全然ピンとこないわけよ、うん、だからそういう経験もあって本当にその恥ずかしくてさ聞けないようなこと、うん、からちゃんとねこう的を、うん、まあね、抑えてそう、うん、教えてるからね、まあ、結構ね、うん、そういうとこは大事にしてる、あ、大事してるよね、とこかなと思います。だから本当にね、まあ、実際には指導プラスそういう分析とかあるから、うん、だからその子の合ったフォームとかそういったものを最終的には近づけていくっていうのもそうなんだけど、はい、まあ、何が原因でできないとか、うん、そういったようなところもねトライットでは分析をしてしっかりと指摘できていけるような、うん、まあ、指導者が ね、いますので、まあ、そこも含めてね、一旦考えてもらえると面白いかな、うん、また違った視点でね動画を見てもらうと、そう違った視点で本当に面白いかなと思いますので、うん、まあ本当に肌でピーンとねこれピンときたなって、うん、これからどんどん動画出していきますけど、うん、まあ、ピンときたなっていうのが一番ね、うん、あの相性はいいんですけどもね、まあ、勉強になるな、自分はそういうやり方じゃないけどこういう視点とか発想とかって勉強になるな、うん、でも大いにね、うん、あの嬉しいんで、うん、まあ、コメントとかね気軽にいただければ、そうだね、こちらも励みになりますね、うん、なので、まあ、この動画もねいいなと思ったらグッドとチャンネル登録をねしてもらえたらいいかなと思います。なんか質問とかあればね、遠慮なくコメント欄に書いてもらうといいかなと思いますので、どんどんやれることはね取り上げてやっていきますのでね、うん、まあ、一応ねこういうところで質問なんか無料で受け答えしたいとかね、はい、していきますので遠慮なく投稿してもらえばいいかなと思います。そうですね、で、まあ、ちょっとね今回もすごい長くなってしまいましたが、次回以降も一つね面白いものをね、上げていきたいなと思いますので、ちょっとね楽しみにしてほしいなと思います。このラジオに関してはそのめちゃくちゃ複雑多岐にわたる、うん、ジャンル、それからキーワードトレンド、うん、もう何でも話していくんで、もちろん2人の経験もそうだし、うん、これからどんどんゲストも呼んでね盛り上げていこうと思ってるんで、もちろん指導、ね、分析体験トライットのその打ち出しているものの解説ももちろんしますけども、うん、こういったね次の動画とかねラジオもね、うん、楽しみにしていただければね、欲しいなと思います。まあ撮れるだけ撮ってね、はい、定期的にこれも上げていければいいかなと考えてますので、はいはい、次回以降楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。